季節、目撃情報が増えてくるのがツキノワグマです。昨日、鳥取県三朝町ではそのクマを安全に追い払うための研修会が行われました。雑食動物っていうのは8月頃から餌になる作物が少なくてですね、その時から実はかなりの出没がある。昨日、鳥取県三朝町で開かれたのはクマを安全に追い払う方法を学ぶ研修会です。鳥取県によりますと、去年1年間で県内のクマの出没回数は報告されているだけで234件、人身被害も2件発生しています。また梨や柿など農作物の被害はおよそ400万円に上ります。毎年ここ5年ぐらい続いてますね。去年はここの畑がひどかった。800かけ取ってコンテナ1杯しか残らないんだということは、800近く食べられたということでない。研修会には各市町村の担当者およそ40人が参加。町内の果樹園で花火を使って音でクマを追い払う方法を学びました。繁殖期を迎えたオスのクマなどが活発になるこれからの時期に備えていきたいと言います。クマの追い払いっていうのがクマの被害対策として重要なんですけど、安全に効果的な方法でやっていただきたいので、今日の研修会を企画いたしました。鳥取県ではクマを目撃した際は近づかず、すぐに最寄りの市町村に連絡してほしいと呼びかけています。